ああ。
それじゃあ。はい。それじゃあ。趣味の話ですか？私の趣味の話をすればいいですよね。ですよね。何かあったかな。趣味。あっ。ん？はい。私無趣味でした。おいおい。だって私本当に無趣味で、あ、趣味と言っていいのかわからないですけど、毎日日記を書くようにはしてますよ。ふん。今日どんなことがあったとか、何を食べたとか、盆栽の成長記録とかですかね。ちょい待てや。え？あ、なるほど。確かにそうですね。真島さんって意外とよく気がつく人ですね。私なんて盆栽歴8年くらいですから、盆栽界の中ではまだまだひよこ。趣味なんて言ったら先輩たちに怒られちゃいます。ですよね。なんか私なんかが急に話しかけたら逆に失礼な気がして。いや。でも私お客さんとどんなこと話したらいいかわからなくて、どうすればいいんでしょう。それじゃあ。褒める？顔とかを褒めればいいんですか？ああ。今、私真島さんのこと生まれて初めて尊敬できましたよ。縦に変な眼帯してませんね。ちょい待てや。え、あれ、精一杯褒めてみたつもりだったんですけど、すいません。
何言ってるんですか。私だって特技くらいありますよ。ですね、よくお年寄りに好かれたりしますよ。私おじいちゃん子なので、お年寄りのお客さんと話してる方が自然に喋れる気がしてたんですよね。おいおい、真島さん、すいません、ありがとうございます。それじゃあ、若いお客さんも多少は回してほしい。苦手なことたくさんありますけど、もう失礼ですね。そうですね、真面目な話をしますと、私男の人と話すことが苦手です。え？それはですね、そうだ、苦手だからこそですよ。ここで働いたら男の人への免疫が高まるんじゃないかなって。あ、確かにそうですね、真島さんとは私普通に話せますね。それはないですよ。真島さんは多分男の人って感じがしないから大丈夫なんじゃないかと。なんやと？すいません。お疲れ。
いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。嬉しい。よろしくお願いします。どうも。いらっしゃいませ。どうも。ごゆっくりと。素敵だよ。ありがとうございます。サンシャインのようこそ。今一度いらっしゃいます。よろしく頼むよ。どうぞこちら。ようこそサンシャインへ。フィーバーするぜ。素敵だよ。いい。お待たせ。楽しませてね。楽しい。かわいいね。嬉しい。わーい。わーい。そうなんよ。嬉しい。お願いします。ありがとうございます。素敵やな。よろしくお願いします。はい、ちなら。ようこそ、さんちゃん。また来ちゃったよ。お願いします。ありがとうございました。お待ちしてました。好みじゃね。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。おい、
やて？はあ？何やって？何やって？金貸してくれ。すんません。お兄さん、ええことせえへん。明日の朝まで付き合うてよ。ほんなら楽しいこといっぱいできるのに。